はい、始まりましたキャプテン本田康人チャンネルでございます。まあ、いつもはですね、ちょっと対談が多かったので、ちょっとまあこのフットサル場をね、ちょっと借りてちょっと実践系をやっていきたいと思います。では本田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はロケだね。そうですね、ちょっとロケをちょっとやろうかなと。そうね、ちょっと体をちょっと動かした方がいいかなと思いまして。それは感性が上がるの。ちょっと自分の要望もありますね。俺も動かしてるちょっと自分がちょっと動きたいというのもありましたけど、まあまあ、はい、まあ、ちょっと今日はフットサル場あんまりこうない機会ですけどね。そうですね、せっかくなんで、はい、せっかくなんでちょっとプレーの方をやっていきたいな。やりますか。はい、お願いしたいなと思います。何やりますか今日はですね。多分まあ小さい子とかも結構気になるところもあるのかなと思うんですけど、うん、まあキックのところ、はい、ちょっと基本にはなっているんですけど、大事ですね、キック、はい、ちょっとキックの仕方を、はい、ちょっとまあロングボールでやったりとか、うん、なんかスルーパスで使うあの低弾道とかのボールをちょっとどうやって切るのかっていうところをちょっと教えていただければと思います。わかりました。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、最初はですね、うん、あのロングボール、ロングボール、はい、いきなりロングボール。そうですね、ちょっとロングボールを、ロングボールまだスイッチしなかったですけど、ロングボールね、はい、ちょっとロングボールをちょっと見せていただけたら、ちょっと蹴り方ね。そうですね、ちょっと蹴り方を、ちょっと距離がね、短いんですけど、そうですね、はい、ちょっとお願いできれば。ロングボールはですね、はい、僕はですよ、僕は、はい、普通こうシュートとか打つ時は、まあ、なんだろう、意識としては、まあ、インフロントとかインセットでも、まあ、まあ、角度的にもこんな感じで、まあ、蹴るんですけど、はい、ロングボールとなると、まあ、ここはちょっと止まったボール蹴りますけど、やっぱり助走は必要ですよね。はい、まあ、助走、まあ、プロになるとそんな助走いらなくて、ちゃんと飛ばせるんですけど、来るのがあるから、はい、蹴り方としては、なんだろうな、言葉でちょっと難しいんですけど、はい、ちょっとこう、なんか下、横から下に、上に上げていくようなイメージなのかな。はいはいはい、あんまりそんな言葉にしたことないのちょっと難しいね。ちょっと若干そんなイメージでちょっと蹴ってみますよ。はい、これで高いボールですね。はいはい、ちょっとロングっていうロングじゃないですけど、この距離感がね、はい、もうちょっと強いボールっていうか高いボールいくと、はい、もっと上に蹴る。まあ、あんまり上に蹴るっていう意識でプロの時はやってないけど、サイドチェンジであそこにいるサイドバックにダーンって蹴るってなったら、うん、まあ高いけどちょっと強いライナー性のボールがこう上がっていくっていうイメージですよね。ああ、はいはい。だから小中学生でいうと今のイメージの方が高くは上がる。もう一回言いますか、はい、今はちょっと高く上げるキックの仕方、はい、ちょっと角度もなんかこっちよりかは若干斜めの方が、まあ、基本中の基本で、あの、まあ、高く上げる練習のためだけでちょっと蹴り方が、はい、やや、で、僕はですよ、はい、それぞれの蹴り方でいいんですけど、これでさっき言った、ちょっと斜めからこう、下をこう蹴り上げる。上に上げるみたいな。なんかまあイメージとしては、だからよく多分な遠くに飛ばしたいとかって多分小学生、中学生いると思うんですけど、はい、そういうイメージで蹴った方がいいのかなとか。でこれが例えばまあ高校生とか、はい、まあ、キック力ついた子だと、うん、はい、もう今の蹴り方っていう今の蹴り方だとちょっとこう優しい柔らかい高いボール、はい。これはもう高校レベルになると。もう速くて高い、もうスピードのあるボールを受けないと、はい、そうなると下からっていうよりかはなんかもうちゃんと、おお、下の方を当てる、もうインステップのシュートのイメージで、はい、やや下から上にちょっとライナー性で、はい、まあ、高さによって蹴り方が微妙に変わるっていう、その微妙なところの説明が難しい微妙なところのね、これが例えば、まあ、距離とか、はい、まあ、によってちょっと高さが変わってきたりとか、うん、あと人がいたら今のボールだし、人がいなかったら、例えばライナーで、
キックうまいな、これ。めっちゃまっすぐ。すごい。それによってちょっと蹴り方微妙に、まあ、踏み込むところも多少は違うんで、高く上げるときはちょっと手前のが上に上がりやすいかもしれないし、はい、今のはちょっと若干こういやいや横で踏み込んでる、はいはい、それがこう試合中になるとボールが動いているから、うん、しっかりボールを捉えないといけないから、はい、そこら辺が難しい、うん、まず止まっているボールをこうやって使い分けて蹴れる距離と高さとっていう練習をしつつ、今度は動きながらちょっとね、まあ2人でよくパスを走ってると動きながら、はい、高いを蹴る、そうするとこう動きながら、だんだんボールは動いてるから、はい、止まってるボールってだんだんコーナーキック、フリーキックがしかないから、そう練習のレベルを上げていくにはこう動きながら、まあ、パスもらってもいいし、もらって動かしてもいいし。うまい。このキックの質、はい、蹴り方、変え方っていうのもこう、まあ、高いボールを蹴れる、まあ、アドバイスになってるのかね、ちょっと使い分け、はいはい、なのかな。だからそれぞれさ体の仕組みって違うから、はい、また内股とかあるから、ね、あと一番どれが蹴りやすいかを見つけるべきなんだよね。だから踏み込む足も人それぞれだから、はい、遠い人もいれば近くの人がいいっていうのもあるし、はいはい、その辺なんだよね。そこを教えると教えすぎなんだよね。ちょっと遠いから手前だからそれを教えると蹴りづらくなってちゃんと 蹴れない現象が多分起きると、あ、はいはい、そこが重要じゃないから、はいはい、だから多分まあどうなんだろう、ちょっとその辺がちょっと難しいんだよね。あまりにも遠かったらあれだし、はいはい、遠かったらちょっとアドバイスするんだし、うん、それだからその辺の教え方、それぞれの教え方がちょっと難しいかもしれない、はい、その子に合った教え方っていうのが大事なのかな、はい、ロングボールからまあライナーのロング、まあこんな感じかな、はい、ありがとうございます。高橋君ちょっと蹴ってみてもらったら、本田さんに、あ、自分の蹴り方です、はい、ロングボール。ロングボール。ロングボールね。高いボール。はい。高いボール。ね。高いの出てますね。うん、今見てる感じだとやっぱ下、横下からこう蹴ってる感じかな。うん、見てる感じ。まだちょっとこれライナー性というか、まあ、強いロングボール。今、ほわーっしょ。あ、強い。あ、全然強くない。こうやって。あ、自分がです。うん、だからそうやって教わってきたことをちょっとやってみるでしょ。こうちょっと重心前でしょ。低いボールだと前ってさっき言ってたでしょ。そう。全然違うとこ行っちゃってるけど、まあ下の分下行ったよね。あ、そうですね。ちょっとだからまあカウンセラーはそういう意識、遠く高く上げるのは多分こう顔が上がった状態でこう蹴った方が上がりますよ。低いのだとこう。昔の指導者もそのままのね、あ、僕が教えるとかもそんな感じなの、全然意識しない、ここじゃない、うん、蹴り方の場所とか、はい、インパクトの瞬間とか、はい、そう、逆にこうだと思うか、見えない、うん、この状態で両方使うね、この状態で同じ状況で体の状態で変え分けるのができれば持ってるよね。うん、まあ、もっといいプレイヤーにはなります。私はブラジル、半分ブラジル人でしょ。違います。半分ブラジル人で、なんかサッカー大丈夫か。大丈夫。同じ蹴り方で、同じこう蹴り方はもちろん変えてるけど、はいはい、まあ、蹴る場所かなっていう感じかな、はい、本田さん、でもそういうふうに蹴れないと相手のディフェンスラインにバレちゃいますよね。もちろん、はい、これだいたいここに来るぞ、この高さで来るぞ。、ね、そ
その状況に応じて、ね、低いの高いの瞬時に使い分けられる。だからあれか大学までしかサッカーに。そこまでしか行かなくて、なるほど、もうちょっとできたかもしれないね、もっと早く死んだら。そうなんですよね、もうちょっとタイミングが悪い。こうなんだ、ああなんだって多分理解があるのとないのと、偉い違いだよね。はい、やっぱあれですね、タイミング。タイミング、タイミング、タイミング、タイミングと運大事だからね。はい、そこちょっとかけてましたね。ボール、ロングボールは、はい、次あれ低い、低いと思ってちょっと緑の、はい、